いや、前田牧場、ユニークな牧場っていうイメージにね、変わりましたけど、ね、楽しそう。あの従業員さんとかってやっぱ楽しい方多いんですか？いや、もう楽しい人ばっかりです。あのね、うちはね、うん、若い人もいますけど年配の方が多いので、うん、それっていい牧場だったんでしょう。そう、70とか80のね、おばちゃんたちがね、あ、牧場では、あ、牧場は、うん、あの力仕事なので男性が多いんですけど、うんうん、牛の堆肥を使ってお米とか野菜も作ってるんですよ。なのでお野菜の方はおばあちゃんたちがいるんです。めっちゃいいじゃないですか。大田原市前田牧場の前田千恵子専務、その立場からは想像もつかないほどの天然キャラ。ホルスタインから作る赤身肉のブランド力や知名度を上げるために忙しい毎日を送っています。そんな中でも牛舎に足を運び、牛の表情を一頭一頭見つめる。彼女の魅力を十分感じてください。やっぱりね、あの、そのもうただの金儲けじゃなくて、ちゃんと土地組んで見るって、やっぱりそれってあのちゃんと責任を持って出すっていうことなので、うんうん、なんか私トモさん改めてあの尊敬しちゃいました。いやいや、それはもう料理する上での第一歩なんで、もうそこまで考えてる方っていないんで、なのでね、直営じゃなくて平牧のお肉を使ってるっていうことは、うん、だからもう それですごい。だからね、まあ、だから福田さんが引き合わせてくれた縁かなと思って。え、何ですか、その福田さん。あの福田さんはですね、今回ここの出演させていただいた崖ってすごく直感的なものだったんです。パイセンに誘われて、はいはい、まあ、まあ、誘われてっていうか、パイセンが、うん、僕はね、どなたかいませんかっていうふうにおっしゃっていただいて、私あまりそういうのって出ますっていうことは自分から言わないんですけど、なんかピンときて行こうと思って、お店のこと何も知らずに直感的に行きますって言っちゃったの。僕もそうです。それで実はじゃあ、あ、そうだ、どんな店なのかなんて、私ね、だって日曜日お店で今セーブ時期だから忙しいんですよ。それなのに、そうでしょうね。で、飲み会、飲むっていうのに泊まり。いや、どうしよう、明日も午前中から保健所行かなきゃなんないのねみたいな、そんなことで、いや、なんでだろうと思って、まあ、とにかくお店を調べたら平田牧場って出てきたんですね。で、平田牧場さんって、はい、私があの、まあまあ、今ちょっとあの野菜しか取引ないんですけど、牛 その収納した時に取引をしていた農協ですかね、まあ、そうですね、農業団体なんですよ。で、そのまたスクロールしたら開拓連が出てきて、開拓連さんっていうんですけど、その開拓連さんに勤めていたスタッフがうちに来てくれてたんですね。あの、ある時農場を閉鎖するので、農場の担当者 の、 あの、まあ、勤め先として前田牧場を紹介してもらって20年ぐらい前に来てくれたんですよ。で、その方が福田さんって言うんですけど、すごい朗らかで楽しくて、なんかそういう方 で私は言ったらいいのかな、なんかすごく気があったんでね、イベント行く時もすごく器用な方だったんで、牛串を一緒に焼いてもらったりとか、あとお肉の販売をするっていう時も、あの牛舎の担当だったのに、俺肉なんかやったことねえけどさ、なんて言いながら一緒に肉をさばいてくれて、そう、それがそのスタッフ、すごく仲良くしてもらったスタッフなんですけど、去年の11月の24日に事故で亡くなっちゃったんです。あれはマジっすか。本当に福田さんが亡くなったって言った時に、あ、牛舎で亡くなったのかなって一瞬思ったんですけど、でもあの、ね、違くて、あの本当にあの車と車の事故だったので、まあ、突然亡くなっちゃったんですけど、で、その亡くなった日が11月24日だったんですよ。で、お誘いを受けたのは11月26日で、で、もう店の名前何も知らず直感的に申し込み、そしたら開拓連さんで平田牧場さんも、まあ、あの私その一緒にあれですよね、何かイベントなんかさせていただいたりしてたこともあったので、なんかその開拓連っていうその福田さん、私がお世話になった福田さんっていう人がずっと長年勤めていたところの会社との取引先だったので、あ、きっと福田さんがね、俺のこと忘れないでくれよって、あーなんかめっちゃいい話っすね。僕それ弱いんですよ。泣いちゃう。でも
もでもなんかねこうこじつけかもしれないけど、うん、11月24日に亡くなってお話しいただいたの26日で、うん、それで、ね、開拓連っていう福田さんの元の職場だとしたら、うん、もうここに福田さんがいて、うん、かちいちゃん、まあ、ちいちゃんって言ってくれてたんですけど、うん、で唯一彼があのスタッフの中で30人ぐらい、まあ、あのスタッフあのパートさん含めているんですけどちいちゃんちいちゃんって言ってくれて、うんなんかもう熱くなっちゃいますね。泣いていいよ。本当いい話なんですね。うん、なのでね、本当今日はね、本当嬉しいんです私。いや僕も嬉しいですけどね、こう楽しいトークでね、ね盛り上がれて。ね不思議ですよね。本当にそうなんですよ。本当にびっくりしました。ひょっとして生活クラブとかも取引とかもあったの？そうですね。あの20年ぐらい前はありました。お肉で、はい、ありました。私実はねお肉が大嫌いだったんですよ。いやいやマジですか？本当すごく油が苦手で、ずっと小さい時はうちの父が知り合いのお肉屋さんにお付き合いとかね、うん、そういうのでちょっと奮発して買ってくると、うん、油がついたねお肉だったので、うん、私これがすごく嫌いで、うん、お肉食べなかったんですけど。生活クラブさんと取引をしていた時に、はい、私が就農していた頃は生活クラブさんと取引してたんですよ、はいはい、そこで生産者として店頭に立っていらっしゃいませ私たちが育てました美味しいですよって言ってたんですけど、そこの生活クラブさんのパートさんがあんた本当に食べたことあんのこの肉って言われて、しらじらしかったんだと思います。しらじらしかった本気じゃなかったんだと思います。食べたことなかったし肉嫌いだから。そう開拓連の方たちに、うん、あのまあ、連れてっていただいて、はいはいはい、まあ、そこで生産者なんだから PR してくださいみたいな感じで、よくやってますもんね。そうなんですよ、うん、で食べたことあんのって言われてないですないですって言ったら、うん、いやあなたそれじゃここに立ってる意味ないじゃんって言われて、はい、今日は自分のお金でこの肉を買って食べてそれからここに立ちなさいって叱られたんです。もうそれ正論ですね。多分僕も同じことを言うっていうか、でも私もまあそりゃそう、まあ、まあ嫌いだけど仕事だから、まあ、自分でお金を出して買って帰って食べたんですけど、それ僕の下疲れと一緒です。あそうですか。僕も昨日金服ストアで下疲れ購入して、うんうん、まあ、やっぱり自分でまだ得意、そんな得意ではないですけど、うんうん、食べて、うん、SNS に上げたりして、うんうん、あの下疲れってここだよって、だから伝わるんですよね。なんで下疲れインフルエンサーやろうと思ったんですか、うんうん、なんでしょう、ね、嫌いなんでしょ、うん、嫌いなんですけど、うん、嫌いってことではないですよね。どっちだ、苦手なのかもしれないかもしれない、かもしれない、そこもかもしれない、うん、今は本当に、うん、栃木市の金服ストアチラシをこめってみたいの下疲れでしたら、うん、あの好んで食べるようになりました。はははは、他の下疲れを、うん、まだ正直知らない。ぜひ送ってください。送ってください。送ってください。あ、注文疲れをね。でも今ここに来ちゃうと若い世代ってやっぱ作んないですよね。注文疲れ自身。多分給食で出てくるぐらい。栃木市にあるギャラリーゆい、とても綺麗なハーバリウムを中心にさまざまな作家さんの作品やハンドメイドなどのシェアスペースになっています。そのオーナー飯島千春さん、ハーバリウム認定講師をはじめ。ジュエルフラワー、アロマワックスなど香りと色を使いこなす。定期的に行っているイベントなどでは小さな子からも大人気。その優しい雰囲気でいつの間にか周りをきれいな色に染めていきます。今夜はどんな色に染まっていくのでしょうか。給食で出るの？え、出てこなかったですか？そうですね、給食で宇都宮は出ない。嘘、栃木市出てくるよ。栃木、さすがだね。栃木市は節分の時期ね、うん、出ますね。必ず給食へぇー、お年表に載ってきます。ひょっとしたらコメントで宇都宮も出るよとか。あの俺が嫌いで食った記憶がない、うん、多分削除されただけかもしれない。そうかもしれない、はい、ここうちは出るよみたいなね、教えてほしい、ね、あのぜひぜひあのコメント欄に、はい、あの書いてください。日光の人とか鹿沼の人とか、うん、教えてほしい。日光は多いですね、強いです。あ、逆にね、そうなんですよ、さすがっすね。さすがインフルエンサー。で、どんな行動してるんですか？行動、活動をしてるんですか？そうですね、あの基本は下疲れインフルエンサーと語って、うん、ただはしゃいでるおじさん。いやいやっていうか、あの私はあのパイセンをこうなる前からやっぱ知って
ってるから、うんうん、それがねこうなるっていうのは下付け、ま、インフルエンサーとして、うん、今すごいやっぱ発信の影響力が今あるんですけど、やっぱその前はやっぱりあの一般人というか、うん、やっぱねみんながインスタとかを載せるのと同じように、うんうんうん、まあ、投稿している人っていう感じだったんで、うんうんうん、でそこからねやっぱり今その下付けインフルエンサーという活動を始めてから本当約1年ぐらいですよね。すごい目覚ましくここまでガッともう栃木県とかね、去年の7月ぐらいにインフルエンサーになりませんか、うん、っていうことで下塚ブランド会議の青柳さんに言われて、あ、じゃあちょっとやってみようかなってことで、うん、そこからちょっと発信の頻度が増えて、でその半年後に、栃木市の魅力発信特使っていう、ちょっと大使ではないんですけども、そんなニュアンスなものを栃木市の市長からいただいて、市長から、女性の市長さんですね。そうです、そうです、女性の市長さんからいただいて、それでちょっと認定されたような流れになります。じゃあぜひ今度は市長とお客様で来てください、ね、いい来てくれるかな、ぜひぜひ。ちょっと聞いてみます。そんな栃木市の今日お土産をちょっと持ってきて、え、マジで、え、マジで、マジで、なん栃木市といえば、言えば栃助くん、もう私ね、大ファンなんですよ。よいちくんがいるのに残念ながらあれ栃木市といえば栃木市コミュニティラジオ FM クララ857かわいい、はい、こちらのステッカーをお店の方に。そして、お、栃木市といえば、栃木市といえば栃助くんでしょ。え、違う、栃助くん、栃助くん、こちら栃助くん、目つぶってるわ、ゆずキャラグランプリで最高位4位になってます。おー、すごい、あ、私にとっては1位なんですけどね。栃木県のゆるキャラってレベル高いな。あ、これも栃助くんが上げてますよ。マイチーさんは栃助くん、あ、もうつけてる。じゃあそんなマイチーさんに、かわいい、かわいい、かわいい、何それ、かわいい、クリアファイル、しかもカラフルだよ。とちすけくんってね、ね、モノトーンなんですけど、めっちゃかわいいじゃん。とちすけくん、かわいい、わー、ありがとうございます。これワンポイントとちすけ、ねー、かわいい、まさかの、もうメロメロ。そしてかわいい、そしてとちぎし小江戸市場でしか販売していない、とちつけのクリームパン、クリームパン、かわいい、食べられない、このかわいい、ここだけ無視、そしてかわいい、まだあるんですか、とちつけに合わないともらえないとちつけの名刺です。すごい、蔵の妖精だった。そうです、それは知らなかった。あ、そうなんだ。もうありがとうございます。お納めください。 ありがとうございます。じゃあね、あのホルスタインの話をもっと伺っていきたいんですけど、はい、ありがとうございます。あの赤身肉ってどんな感じなんですか。霜降りにならない、慣れない品種の牛なので、うんうんうん、まあ、どちらかというと見た目で言うと輸入牛に近いような、あ、本当ちょっと赤い、うん、そうです。で、サシも入ってるにしても、あの和牛のように細かいこう霜降りではなく、うん、ちょっとこう大きな脂がこう見えるみたいな感じでも美味しいわけですよ。私はその肉で肉嫌いを克服しました。ね、パート3はそのなんで肉嫌いをね克服できたっていうテーマをね、うん、あの、引き続き聞いていきたいと思いますけど、ありました、はい、今回は、この辺でお待ちしております。月日の重ねに意味はない、重ねてきたのは磨き上げ、目を閉じ想いを馳せるなら、幾重に浮かぶ先人の知恵。
最高。